読みファミチャンネル。読売ファミリーをご覧の皆様、こんにちは、コロッケです。この度大阪新歌舞伎座開場65周年ということで、そして私が芸能生活44周年を迎えました。なんと記念すべき、また去年いろいろやったんですが、今年もまたですね、コロッケ歌舞賞スペシャルということで、7月5日から21日まで、上演されますんで、そして中でも7月16日は読売ファミリーの皆さん半館貸し切りデーということで、私もとても楽しみにしております。今回もですね、本物は一人も出ません。偽物オンパレット。いやもうこれはもう本当に皆さんに楽しんでいただけると思いますんでね、爆笑モノマネオンパレードで綴る、報復絶踏の舞台でございます。そしてこの夏はですね、なんと皆さん知ってますか、モノマネ警報注意報が出ておりますそれぐらいですね、ひっちゃかめっちゃかでございまして、もうとにかくありえないこと、この人はそんなことしないよ、そんな歌歌うわけがないよ、何でもありでございますから、モノマネだからできる舞台です。もう絶対皆さんがテレビではできないだろうな、これな、コンプライアンスが今厳しいので、禁断のモノマネは舞台では全部できます。野口五郎さんの鼻くそほじり、それから食べるやつ、あれテレビではコンプライアンスでもうできなくなりましたということはやり放題でございましてね、そういう意味では私のモノマネ含め、あと他のメンバーもかなり面白いものを持ってきておりますんで、ぜひ皆さん、この夏の暑さをですね、一気に吹き飛ばして、それで見ていただいて、そして楽しんでいただいて、笑って、最後は疲れて帰っていただこうという、そういう舞台でございますね。どんな方をやるかって分かりました。まあ、せっかくですからね、じゃあ、武田鉄矢さんに聞いてみましょう。はい、武田でございますね、よかったら皆さん来てちょうだい。武田さんはこんなことやらないですけどね。じゃあせっかくなんで誰がいいかな。あ、じゃあ田原俊彦さん。どうも、田原俊彦です。ほいでお気がいい。はい、さあそれでは続いて福山雅治君。福山です。あ、よかったら来てください。ごめんなさい、顔は無理です。じゃあ最後に阿波屋先生。阿波屋です、来てちょうだい、よかったら。阿波屋先生今上に戻られました。また後から降りてくる。阿波屋です。あ、降りてきたのよ。そうなの、来るのよ、分かった、コロッケでした。